女子ボートレーサーインタビュー北村ねね22イコール長崎後編同期の存在は写真嬉しい水人祭でずぶ濡れの北村ねね北村みんなと仲いいですでも頻繁に遊んだりとかはないです私だけ長崎で離れててマイナス128期では左江のれ選手が早くも優勝北村悔しさや焦りはなく同期が活躍しているのを見ると頑張ろうって刺激になります 宿舎ではどう過ごしている北村年齢が近い選手がいるときはおしゃべりしてテレビを見て過ごしていることが多いです。近い人がいないときは部屋でおとなしく漫画読んだり持ってきた DVD プレイヤーで映画とかドラマ見たりしています。昨年の獲得賞金は1245万8000円。今年は7日現在で761万2000円。 このペースなら昨年を超えそうだが、賞金の使い道は。北村 A すごい、もうそんなに言ってるんだ。全然気にしてなかったです。ここ最近の大きい買い物は車です。アウディの97、850万円でした。バイクにも乗っている。北村実は今、バイクは実家に置いてあって最近は全然乗ってないんですよ。お父さんがたまにエンジンをかけてくれているみたいです。 今は一人暮らし。北村デビューして4ヶ月くらいから一人暮らしをしています。何をしても自由なので気楽で好きです。レースが2週間くらい空いてれば自炊もしますよ。休日の過ごし方は、北村買い物と旅行に行くことが多いです。釣りもしますけど夏は熱すぎるのでやりません。わら。少し前に大久保ゆか選手と2人で2泊3日、韓国に行ってきましたよ。 化粧品とか安いので良かったです。サムギョプサルとかサムゲタンとか美味しかったですね。好きな食べ物は北村塩ホルモンです。焼肉が好きで、その中でも塩ホルモンです。大村に、六名っていう焼肉屋さんがあって友達とか選手と行ったりもします。大村のおすすめグルメは、北村、京和飯店っていう中華料理屋さんですかね。 何でも美味しいですけど餃子が一番おすすめです他には大村公園とかで売ってる稲穂焼きです中がお好み焼きみたいになってて美味しいですよ地元への思い北村水面や人柄が大好きですずっと大村長崎支部でいたいと思っています長崎支部のトップレーサーになりたいですファンへの思い北村いつも本当にありがたいですとても力になります レース写真を撮っていただいたり、横断幕を出していただいたりめちゃくちゃ嬉し,しいです。最近トークショーに出演させていただくことがあって、意外とご年配の方、お子さんや女性の方から応援されるのが増えてきて,ているのを実感しています。